皆さんこんにちは、神です。今回は全キャラダブ反客ニューキャッスル編やっていきたいと思います。まあ最近ね、俺の視聴者結構新規の人増えてきたんで、まあこの企画をね、軽く説明すると、もうただ単に俺がエーペックスに存在する全てのキャラでダブ反を取るまで終わらない企画ってことです。はい。もう今めちゃくちゃわかりやすく説明したんで、はい、本当にフランキースピーキングって感じで、もうエフランにもわかるように話したんでね、これでわかんない人はもう人じゃない可能性あるんで、まあどっかの病院行って染色体の本数数えた方がいいかもしれないですね。まあ、これ以上ね、ちょっと過激な発言しちゃうと、なんか人権ない発言した某女プロゲーマーみたいな感じでね、まあ、僕も社会的制裁を加えられる可能性があるんで、まあ、この辺にしておくんですけど、まあ、本日ね、動画撮ってる日8月の8日なんですけど、まあ、確か俺の記憶が正しければ、シーズン13って明日で終わるんだよね。まあ、つまり、今日明日の2日間のどちらかでニューキャッスルでダブ反が取れないと、来シーズンに持ち越しとかいう意味がわかんないことになるから、もう俺は今日意地でもニューキャッスルでダブ反取れるまでやる。まあ、つまり、裏を返せば、この動画で 100% ダブ反取れるっていうことなんですよね。だってそうですよね、ダブ反取るまでやるわけだから、まあ、この動画でね、取れてなきゃおかしいですからね。まあ、なので、今回はもうこの動画で僕ダブ反取るんで、もう皆さんね、いつも僕の動画見るとき、頑張れ頑張れとか言ってね、結構力んで応援してくれてると思うんですけど、もう今回はね、リラックスして、もうだらしなくケツの穴広げて、はぁ、気持ちいいとか言ったのに見てもらって大丈夫なんで、まあ、ぜひね、画面の前でお尻の穴ヒクヒクさせながら応援してください。なんかマジで俺の視聴者はお尻の穴で呼吸する人多いんだよな。まあでも俺はね、皆さんとレベル違うんで、酸素吸ってダブ反吐いてるんで、まあこの試合もね、ダブ反量産しちゃうぞ。うわ、ちょっと待って、今いたな。下降りてったな、多分。いや、待って、ほぼ行きかけ。ほぼ行きかけっていうか、もう行っちゃいます。はい、オッケー、絶頂。ああ、もう活気入れちゃうぞ。あ、機械の癖してオイル垂らして気持ちいいか。え、なんか待って。え、待って、やばいやばい。え、ちょっと待って。こいつ何してんのマジで。レイスなんか今、うんこ座りしてなかった。え、何してたのレイスマジで。ドアの前で絶対うんちしてたでしょ。やばい、みんな銃持ってて怖すぎる。あ、やべ、うんち漏れた。みたいな感じでやってたんかな。まあ、でも、かっきりの時にね、あいつのケツの穴にたくさん銃弾打ち込んで、ケツの穴広げといたから、次からもっと排泄多分楽になると思うわ。感謝しろ。てか、これまだラスト一人どっかいるよな。やべ。え、ちょっと待って。お前、やめてください、僕のキルです。あ、いや、まあまあまあ、多分どうせダメージ10ぐらいしか残ってないしな、 SHP。 いや、本当に俺今日ダブ反取らないとやばいからな。もう頼むから俺をニューキャッスルから解放させてくれ。あ、でもね、最近そのダブ反が取れないみたいな、そういう悪いことだけじゃなくて、結構ね、嬉しくなるようなことも増えてきて、まあ、その嬉しくなることのなんか具体例を挙げるとしたら、なんか結構有名な実況者の、ね、方々がフォロワーとかくれるようになったんですよね。まあ、あとね、フォロワーもらってないんですけど、登録者30万人ぐらいいる、初音さんっているじゃないですか。まあ、そのね、初音さんのツイッチの生放送を見てたら、これ明らかに俺のことだよなっていうような感じで、まあ、なんか俺について話してるシーンがあったんですよね。なんかツイッターでさ、なんか生きるエーペックスプレイヤーの特徴みたいなのをさ、動画にする面白い人がいてさ、痙攣くないっていうのがあって面白かったわ。え、これさ、絶対俺のことだよな。あれ、もしかして、初音さん、僕のこと、好きなのかにゃーってなっちゃったもん、マジで。いや、でもこれ、まあ、普通に初音さんとセックスしていいってことですよね。あ、ちなみに、フォロワーはもらってません。はい。え、ちょ、なんかいた。え、お前何してんの。いや、もう。やばい、なんか今日俺、ミリ残しばっかなんだけども、ミリミリミリって、なんかお尻からうんち出てきちゃう、マジで。はい、オッケー。何してんの、こいつ、マジで。アホでしょ。やばい、登ってきてる。オッケー。もうだから、なんで俺今日やれないんだよ。てか、シーズン14のエーペックスの情報を見てるんだけどさ、結構シーズン14内容良さそうじゃない。なんかようやくエーペックス焦り出してユーザーの意見聞き始めたからって感じの情報だったよね。まあ、なんかね、ボルトとかも帰ってくるらしいし、結構俺楽しみなんだよな、来シーズン。もうシーズン13で散々ユーザーのことをいじめた後にシーズン14で急に優しくするとか、もう DV 彼氏の思考のそれなんだよな。まあでも普通に楽しみっすね、来シーズンは。お、てかボルトあんじゃん。この救援物資のボルト使えんのもあと1日ってことか。俺元からさ、ボルト全然使う方じゃなかったから、救援物資に行ってからも本当にもう1回使ったかどうかレベルなんだけど、まあせっかくだし記念に使ってみるか。待って、これいるな。やばい、これ待って。位置がエグすぎる。危ねえ。あー、ガソシンのか。マジで臭すぎだろ。あ、臭すぎで思い出したけど、なんかコメント欄に、赤メインハン、息臭いですか書いてくれやするけど、それ画面に跳ね返ってるお前の息だぞ。はい、オッケー、視聴者の口臭ワンマガしていく。
てかボルト積んよ。はい、オッケー。こいつキャラコンぴょんぴょん跳ねすぎでしょ。まあでもそんなキャラコンしたとこでエイムアシストの前だと無力だけどな。はあ、親指気持ちいい。パッとしか勝たん。まあ俺の視聴者の中にもキーマウでエペやってる人とかいると思うけど、もう今からエペ始める人がもしいたら絶対パッとやった方がいいと思う。キーマウはね、やっぱね、上手くなるまでがめっちゃ時間かかるんだよね。まあでもそれに比べてパッドは主人公補正っていうね、まああの、いわゆるエイムアシストっていうやつがついてるから、もう誰でも主人公エイムを手に入れられるんだよね。まあだからね、これからエイペックス始めようと思ってる人は、まあマジでパッドおすすめ。てかさ、なんか最近俺のコメント欄でさ、まあ俺の名前って赤メインなのね。なのになんか、パコメインさん今回も動画最高でしたとか、アホメインさんマジでアホで好きとか、アクメインさん動画お疲れ様ですみたいな。なんか俺の名前を正常に覚えられない発達障害の方々がたくさんいるんだけど、お前ら5文字の名前も覚えらんないのやばいぞマジで。しかもなんかさ、コメント欄にさ、もう一生、赤メインさん、明日の夜空紹介班フルバージョン待ってますみたいな、なんか、別に俺歌い手でもないのに、明日の夜空紹介班懇願日記いるんだよな。まあなんでね、こんな何回もコメント書いてくれてんのに放置してたかっていうと、なんかコメント欄とかで赤メインさん〇〇やってくださいとかいうコメントを拾って、俺が実際動画でそれをやると、なんかそれまでコメントを書くために俺の動画を見てくれてた視聴者が、あえー、赤メインさんが僕のコメント拾ってくれてる、あえーとかなんかね、気持ちよくなって、なんか目的を達成した視聴者が気持ちよくなってコメント欄から浄化して消えんだよね。もうエンジェルビーツみたいにさ、聞こえた気がした感じた気がしたなって言ってもうなんかみんな消えてくからさ、もうそんな感じでコメント拾ってったら最終的に俺一人ぼっちになるルートじゃん、それ完全に。まあ、だからね、しばらくは泳がせてたんだけど、まあ、いつかやります、はい。いつか明日の夜空紹介派歌うんで、一生コメントしといてください。屋上いるな。いや、めっちゃろ、それ。あ、味方がやったな、ナイス。屋上とあとどこだ？あ、なんかダウンしてんな。あ、そうやって君ノックダウン張っちゃうんだ。かっきりよく煽られちゃうなぁ。ほれあと1枚屋上にいたやつか。いやー、ちょ、逃げんな、マジで。いや、ま、ちょ、待って。オッケー。え？どういうことこれ、俺3枚やったよな。あれ、俺足し算できなくなった。1たす1は、田んぼの田、おやばい。おお、自己蘇生かな、ワンチャン、こいつ。なんかめっちゃ激浪だったし、ワンチャンあるな。いや、もうマジびっくりした。俺、足し算できなくなっちゃったかと思ったわ。1たす1って3ですよね。待って、なんか足押しする。いや、あいつ、ローだな。いや、ローだけど、待てよ、これ。いや、こいつ、一回生かしたいな。ダメージ稼ぎたい。ここはね、詰めちゃダメだと。いや、ちょっと待って、何？やばいやばい、ちょっと待って！やばい！マジで！本当にマジで！待って！レーツゴー！日体大！あぶねえ、マジ、日大タックル離脱決まったわ。いや、待って、これ、味方がやっちゃうかもしんない。いや、マジで待ってほしい、それは。いや、これ、やんなくていいんだよな。一回マジダメージ稼ぎたいから、もっとチクチクするだけでいい。あ、待って、逃げてってんな。3人ともあの家行ったんかな、これ。やばい、なんか俺、普通に家の中入れたんだけど。学生時代に鍛えた影の薄さ、ここで生きたわ。女の子の家にも入っちゃおうかな。いや、これ、屋上いるな。あ、待って、あ、先っぽ上げ。あ、先っぽ上げ。いや、ほんとに先っぽ上げ。あ、もう一回見たい。あ、あー、全部入っちゃったー。ちょ、もう一回あれ、うまく屋上行けないかな。いや、でもこれ、狩りに来ないのありがてえわ。こいつらカジュアルなのになぜかアンチ取りしやがる。いや、俺たち息有利だから、降りなくていいよ。うん、ポジション有利、ポジション有利。いや、これ絶対稼働でアンチ取って。みたいな感じ言ってんだろうな。おじさんも混ぜて。おい。ちょ、お前降りんのかい。ちょ、待って。もう敵のムーブがわけわからん。あ、もうこの世の中ね、搾取したもん勝ちなんでね。はい。労働力だろうが、ダメージだろうが、搾取したもん勝ちなんで。やっべ、あっぶねえ、マジで。いや、俺一回回復したい、マジで。いや、これ怖えな、そのシャツ。やばい、待って、マジやばい。あっぶねえ、マジで。いや、もうほぼ行きかけ。やばい、行く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 。あっぶねえ。いや、もう本当に出ちゃいますよ。あ、ちょ、出ちゃいますじゃない。本当にそれ死んじゃいます、はい。やめてください、そういうの。いや、これ待って、俺ダメージ稼げるか。やばい、ちょ、味方が倒してる。待って、やばい。ダメージ稼ぎたいのに、俺。ちょ、待って。あと1枚どっかいるはずだろ、これ。え？ああ、終わっちゃった？
うわ、マジか。もう敵壊れちゃった。早すぎる、それは。いや、もっと壊れにくいサンドバッグ用意してくれよ。え、てか待てよ、これ。俺、漁ってる場合じゃねえや。もうこれ、ラスト1部隊だから、俺が全員殺すぐらいで行かないとダメだ。はっ、ちょ、待て。いや、お前も準備できてないやん、それ。これ、奥のやつ先撃つか。オッケー。いや、オッケー。いい感じに稼げてる。いや、マジか。待て。オッケー、とりあえずやって。いや、これ、活気で入れたい。いや、もう、金ノック、硬すぎ、お前、しぶとすぎだろ。おー、行くよ、行くよ、行く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 よ、おー、行くよー、オッケー。やばいし、待て、クレーバー、それ。マジ、やばいっす、それ、マジで。負けるか？やばい、マジで。オッケー。いや、もう、これ、2試合タックル行こう。レーツゴー、日体大！やばいっしょ、1ミスった。あれ、これ、俺の上いるっけ？なんか、クレーバー奥にいたよな、今、多分。あれ？これ、俺の上いないか？え、ちょ、待って、さっきここにいたやつどこ行った？マジで。え、ちょ、どこ？わかんない、わかんない。え？オッケー。ちょ、待って。ダメージ俺にくれ、マジで。いや、待って、マジで欲しい。やめて、やめて、かっきりないで。え？ちょ、僕のな、それ、僕のだぞ。あれ、ちょ、待って。え？オッケー。待って、ラストいる。やばい、日大タックルない。いや、嘘だろ、おい、待って。え？いや、マジで待って。いや、ダメージ俺にください。え？いや、もう分かれないんだけど、なにこれ。はっ！いや、やばい、待って、これ俺、ダブハン行ったか分かんねえ。え、だって最後の舞台とやり合う前が残り550ダメージぐらいの必要だったから。やばい、わかんないよ。え、これいってるかな。待って、冷静に計算するか。バルキリー殺して角切れまで入れたから、まあ、バルキリーから300ダメージ。あ、でも俺足し算できねえから意味ねえか、それ出てきたとこで。え、しまって、マジでお願いします。しょー、いや、いってたわ。あっぶねえ、マジで。いや、こまめに右上のダメージトラッカー見る癖つけないとダメだな。はい、というわけでね、無事フェンキャラダブハン客ニューキャッスル編ダブハン取れました。いやー、もうこれはね、一旦拍手しましょう。まあ次回はね、まだ何のキャラでやるか決めてないんだけど、まあ多分新キャラでやると思う。うん、まあ新キャラのね、バンテージで次はやろうかなと思うんで、そっちの方もよろしくお願いします。それでは全キャラダブハン客ニューキャッスル編、皆さん応援ありがとうございました。次は全キャラダブハン客バンテージ編でお会いしましょう。それではご視聴ありがとうございました。また次回の全キャラダブハン客でお会いしましょう。バイバイ。